それはな、仏教は、何これ、おじゅさんの今日もしっかり聞いたし、意味わからんけど、なること、聞いとったし、あ、音聞いてるだけやけどな、音聞いてるだけやんって言ったらあかんで、仏教徒に。仏教っていうのを音聞いてもね、功徳っていうの知らんかな。そういうことな。で、だからなんなんと思って勉強したことも、まあ、密教とか、まあ、浄土真宗先生の方に読んだけどな、浄土さんの方に読んだだけどな、本出版する住職さんに来てくれるかって、入江憲明先生。一日だけど、東の先生校長、学校の小学校の校長先生で、うちの母がそこの講義やったからね、検診の時の、これ検診の時だけのね、講義。まあ、その講義言うんだ。で、だから仏教、その非現実の説明、確かにしてるけど。で、と思うやん、そういう。それよりも、禅宗とか武道の方に惹かれて、仏教がリアルに思えたっていうか、そっちの方がリアルやろ、絶対。それはな。リアルなんか、生存術だから、武道の禅宗も。禅宗には個人事業、地域に戻る。考え方が書いてあって、当時、まだ会社員だった。会社に帰る本や入り浸りとも、うるさかった。会社に帰る本やって。めちゃめちゃ多かった。まあ、市議でも買ったけど、まあ、特に多かった。1000万円貯めたから、まあ、親と同居やったから、ほとんどそんなことに使った。もう内容ほとんど。引っ越してくる会社なくなるの。で、結局、魔術、実は武道の延長として興味あったよね。だから召喚術っていうのは参考それよりな。でも、武道こそが魔術ちゃうのと思ったの、やっぱりな。だと音楽やっててもわかるよ。あれ？音って届くんや。他人の神経系に。じゃあ、武道かって？じゃあ魔術？だって武道どうやってんの。要するに、まあ、みんながやってんのはな、召喚術やねんけどな。まあ、それは漫画とか好きやった、アニメとかね。アニメで確かに魔術師が、そこからブワーって出るやん。あれは武道の延長でしょ？と思って、例えば、掛布選手2人です。ヒットの延長がホームランです。みたいなもんかなと思って。実際そう、武道の延長が純粋魔術や。ええー、とかって。だから、わーっと、うちにかかってきたものを、パッと返す術。やろ？それを、イェイ！なんも切ってんし当たってんやつやけど、魔術を発動してんの？それって一本のホームランと似てるような概念的にな。で、それとな、武道もそうやねん、実は。かかってこないんかったら、武道も発動せいのに、なんかせんでいい。武道って、かかってきもせいやったら、イェイイェイイェイってなんか。殺される最後、そんなやつ。かかってきてるやつに、バーンってくる。たとえ、向こうが武道でかかってきてなくても、魔術でかかってきてても、それは OK、 武道で、プワーッと返せるよ。それが届いてるか届いてないかなんです。物理的に違っていが、あの武器。魔術は届いてなくても、パーッと落とせるか。届いたよ。何かが届いたよ。何が届いたかって、それ、あんたらに戻ってきただけやねん、実は。これが武道と魔術の神髄。純粋魔術の真髄や。それ以外は全部、召喚術や。光栄術や。稲荷技。音楽もまた、そうや。これがうちの悟りの基本の。人間関係における悟りじゃなくて、ごめんちゃ。
そんなもんやろ、うち現実が知りたかったから、現実が欲しかったというか、現実を極める術を欲しかった。それは現実界にあるだろうと思っとった。だから現実頑張ろうと思って、頑張って、グアム張って。な。で、やっぱり、現実の子に、おったんちゃう？宝石のようにそれが、うちに触れられるようになってた。それが、うちの中心にあった。って言わざるをえんやろ。な。で、結局、その、ずっとずっと真実でいようと思って、自分自身の真実でいようと思って、学者の子の。まあ、それまで悪いこともしたけど、犯罪にはならんかった。法律上がね。その後も犯罪に法律上になるようなことは知った。まあ、微罪な。なんでかって、せなあかんときはせなあかんの。な。法律を犯さないようにしようって言うのは正義でもない。なんでかってな。よう聞いてな、説明。法律を犯さないようにしようと思う結果、滞在を犯してしまうことがある。相対性理論はね。え？例えば超安全で爆音とかって、あえて超安全運転でも爆音鳴らせたら、実は犯罪やねんけどね。逮捕できへん。だけやねんけど、逮捕。でも、滞在を犯さんですけどね、その代わり。ほら見てみるんだ。え？いいじゃん。喧嘩も？別に。警察が、ほら、やつやらねえって。それだけの注意ですね、やっぱ。もうそれは犯罪ではない。ん？ただ、後に滞在を犯したときに、まあ、よく注意されとったっちゅうのは証拠としてあがったから。な、例えば。そやけど、一回一回の喧嘩で燃焼してたら、スキッとしてたら、滞在を犯さんです。じゃあ、相手にもスキッとさせる。喧嘩の時。自分だけスキッとする喧嘩なんかあるかいな。ってな、ブラックではない。それは喧嘩ではない。それは剣だから、そのファッって言われるね。どっちかと。って。思うのよ、ブラックの感じの笑い方って。っていうわけだから、しっかり喧嘩したまえ。うちにかかってきても、しゃあないやろ。な、まだ、罪を犯すんだ。宗教団体はそっちなの。でしょ。まあ、禅宗学んだ結果、やっと、仏教の、その、まあ、うちの、もう、戻ってこられたのが、呼ぶ神宗とか、そして密教の、あ、神言宗の、それを母。で、やっと分かった。ああ。で、まあ、結局、科学の方も勉強してたから、ちょっとね。で、結局、まあ、科学構造式ってね、ホログラフィーを投影しているプラネタリウムなんだな、っていうのが、分かったというと、こう、思い出したという言い方もあるけど、ほんで、うちの遺伝子の中の遺伝情報が、それを経験したわけから、その時のこと思い出せるか。ちょっとね、全体像思い出されるの。その時の遺伝子全部も、あ、遺伝情報全部持ってるわけじゃないからやね。だから、ダイジェストしかも思い出されんけど、自分の遺伝情報が確かにそれ経験したと思い出せるやん。話してる、全部の遺伝情報うち生きてんねんから。思い出すタイミングと思い出すシチュエーションと思い出す必要とかな。いろいろ相まって思い出すべき時に思い出せたらいいねん。やろ？それで、結局その、マジっていうの方も理解する。そうするともう、なんだ。じゃあこれもホログラフィーなんだ。じゃあ武道もホログラフィーなんだ。じゃあ魔術もホログラフィーじゃない。じゃあ、純粋魔術の延長に、そういう感じで。それは合うなんだね。それは何かって感覚的なことじゃん。なんか、掛布正幸さんってちょっとすごい人やね。そんなことも、まあ、西田義雄さんとお二人の会話ってすごいな。達人の会話。びっくりした。